せかけだけの平和、まやかしの文化、そして従順で反抗の意思すら持たない大量の羊を作るための集団催眠機のテレビ文化、そしてその虚像の上に乗っかり、それを己の価値だとぬるぼれているあの誇らしげな顔、やがて自分が舞台下の動物に過ぎなかったことがわかるだろう。